IBM Z10 は IBM の IBM システム Z10 メインフレーム用のマイクロプロセッサで2008年2月にリリースされた。開発中には Z6 と呼ばれていた。IBM Z10 プロセッサはシスクの Z アーキテクチャーの実装であり4コアである。各コアは 64KB の L1 命令キャッシュと 128KB の L1 データキャッシュ。 3MB の L2 キャッシュ、そして 24MB の共用 L3 キャッシュを持つ。IBM の65ナノメートル SOI 版、胴体製造プロセスで製造され、21.720.0mm のチップサイズ上に993100万トランジスタが搭載されている。サポートされているクロックは 4.4GHz で、15フェードアウト4サイクルを持つ。各 Z10 チップは2つの 48GB SSMP ハブポート、4つの 13GB S メモリポート、2つの 17GB SI-O ポートを持ち、8765とコンタクトする。Z10 プロセッサは、パワー6プロセッサと多くの設計上の特徴を共有して開発された。半導体製造技術、ロジック設計、実行ユニット、 不動小数点数イニット、バステクノロジー、パイプラインの設計スタイルなどである。しかし、Z10 プロセッサは他の面では全く異なる。キャッシュの改装やキャッシュコピー連ン SMP の技術やプロトコル、チップの構成などである。命令セットアーキテクチャは非常に異なり、Z10 独自の894の命令があり、その75%は完全に ハードウェアとして実装されている。Z アーキテクチャはシスックのアーキテクチャであり、1960年代のシステム360からの互換性を保っている。前身の IBM システム Z9EC プロセッサからの追加は以下である。エラー検知とリカバリーが強化され、L2、L3 キャッシュとバッファーに ECC や拡張されたパリティチェックが備わり。 チップ全体で2万のエラーチェッカーが備わった。大半のハードウェアエラーを検知しりトライするためにプロセッサの状態はバッファーされる。ありがとうございます。